芝生広場と平和の塔平和大公園は宮崎県宮崎市の丘陵地にある都市公園、宮崎県総合文化公園とともにパークマネージメント宮崎が管理する平和の塔があることで知られる発行の元柱春光式完成当時の姿を描いた普通切って紀元2600年記念事業として宮崎県宝粛会が中心となり、 発行の元柱の建設と周辺広場の造成を実施、作業員延べ66,500人、総工費67万円をかけて1940年11月25日に完成した。1942年10月には第2本、帝国帝神章が4000普通切手として、国威発用のデザインとして採用され、富士山と共に描かれていた。太平洋戦争後、 GHQ により、王道は戦争、発行一羽などの言葉が国家神道を連想させるとして1946年に1月に発行一羽の文字と武人の象徴である荒見玉像が取り除かれ、名称も平和の塔と改められた。1957年4月9日に都市公園として指定されることにより、都市公園としての整備も進められる。 これに伴い平和の塔の復元が決定され、1962年10月5日にアレミ玉像が1965年1月30日には発光移住の文字がそれぞれ復元された。1964年の東京オリンピックでは平和の塔が聖火リレーの第2スタート地点となった。現在では平和の塔が宮崎県の代表的な観光地の一つとして運動広場や 自然散策路などが、地元住民のレクリエーション施設として機能している。詳細は、発光の元柱を参照高さ36.4メートル、面積1070平方メートル、体積834立方メートル、世界各地の霧石1789校を含む、石材で構成されている、等は見ぐらを表している。正面には、秩父宮洋人志新能による、 発酵一湯の文字が刻まれており、四隅には正面から時計回りに、良人である、君玉、武人である、荒見玉、商工人である、和見玉、濃厚人である、幸い見玉の四魂像が配置されている。内部には、天孫降臨や、波源の産や、神武天皇即位、吉原中国平定、明治維新、世界地図、 紀元2600年が描かれたレリーフがあるが、一般公開はされていない。設計は、日本サッカー協会のシンボルマーク、ヤタガラスを製作したことで知られる、彫刻家、ひなご実像が担当した。周辺広場を含めた面積は9900平方メートル、芝生部分は紀元2600年に合わせて2600坪。塔の前に石板がありこの上で手を叩くと、 音が塔に反響してビーンとなる音が聞こえる1962年3月31日に完成。地元住民向けのアトリエとしても機能する。埴輪館と400体の埴輪のレプリカが園内に点在する。公園の北側に整備。アスレチック広場と人工層スキー場が隣接する。公園の南側の第一駐車場に隣接。森のレストラン平和台からは、 宮崎市街地を一望することができる。公園内の中央を横断する形で、腰が挟ま池に注ぐ。園内を周遊する形で複数のコースが整備されており、展望デッキが3カ所設けられている。南側に第一駐車場、西側に第二駐車場、北側の運動公園となりに第三駐車場が整備されている。また、敷地内には公園施設とは別に、 下北方古墳群の古墳がいくつか存在する。NHK 宮崎放送局と宮崎放送がテレビ放送を開始するにあたって、送信書の設置地点として当初平和台が予定地とされていた。ところが平和台は海抜高度が60メートル程度ということもあり、中継局を大量に設置する必要があることが予想された。このことから、 二社は送信書を他の町のワニツカ山町に設置することに決定した。下記のほか、現地にある案内板の記述も参考にした。ありがとうございます。